野島 T リーグ3年目ラブオール。ここを張本は見逃さず、その後は真勝負をかけてきました。まあ、このあたりがやっぱり世界ランク5位の勝負感というか。そうです ね、はい、もう本当に日本3本なんかはもうリードしてるうちに入らないですね。うん、そうですね。さあ第3ゲーム丹羽のサービスからです。ミドル中心に丹羽が打ってオーバー。ポイントは丹羽です。ここ2本やっぱりかなり大事だというところにはあるんですね。ありますね。しかしここは張本です。よく対応しました。張本はね、体の近くであればどこからでもあれぐらいのスピードのボール両ハンドで打てますから ね、 そうなんですよね。はい、オーバーしました。丹羽のサービスです。1本目になります。あ、オーバーしました。今のプレーいかがですか。そうですね、まあ、台から出るか出ないかっていう、ね、レシーブでしたから、まあ、レシーブが良かったんでしょうね。はい、オーバー。今度は丹羽です。まあ、これまた後半もつれるでしょうね。はい、いやー本当に良さが出始めるとすごい試合になります ね、 そうですね。張本1本目です。あ、怖い気に決めていきます。はい、張本はよく動きましたね。よく動きましたね。今、はい、ご覧ください。丹羽も難なく返しているような感じですが、厳しいところに打ち込んでいってました。このラリーは張本です。張本ペースを掴んだ感じしますね。はい、ものすごい速い展開のラリーだったんですが、はい、張本が取りました。さあ2は2本大事です。ネット超えません。張本のポイント 6-3。 今のレシーブが張本に入り出すと、もっともっといいプレーが出てきますからね。はい、2本目今のプレーですよね。はい、これ一気にいくか分かりませんね。そうですね、はい、張本1本目オーバー。4連続ポイント張本智和です。はい、台上バックハンドが完璧になってきましたね。そうですね、はい、2本目しかし丹羽もそこは見逃しませんでした。ね、はい、厳しい球にはもうよく返してるんですけど ね、 そうですよね。はい、最後はオーバーして今度は丹羽のポイントになります。丹羽サービス2本、ここは大事になってきそうですが、張本も勢いが出てきています。ね、張本もさっきの台上のバックハンドができるかどうかですね。そうですね、丹羽1本目素晴らしいプレーになりました。4球になります。ご覧ください。今度は丹羽です。いや、息つく島がありません。ネット越えません。張本ゲームポイントです。張本2本目、これはネットにかかりました。ちょっと無理にストレート狙いましたね。アドバンテージ取ってますからね。はい、2はどうするでしょうか。1本目です。あ、今度は逆切っていきまして張本が取りました。第3ゲーム11対6、張本です。
さあ第3マッチ第3ゲーム終わりました。第3ゲーム11対6、ゲームカウント2対1、張本リードで第4ゲームへと進んでいきます。で張本のペースになりましたね、このゲームは。はい、今の、まあ、真ん中の小さいボールをバックハンドで丹羽のバックサイドにほとんどポイントを取れるような球が入りましたよね。そうですね、はい。